スーパーでショッピングカートをいっぱいにして会計の列の先頭に来るとある選択をしなければなりませんどの素材の買い物袋を使うべきかポリ袋が海に漂う様を見たことがある人ならプラスチックは明らかに環境に悪いと思うでしょう当然紙袋や布バッグの方が良い選択でしょうでも本当でしょうかどの素材もそれぞれの理由で環境に影響を及ぼしこの影響はカーボンフットプリントで判断します 素材の再利用性性、やリサイクル性成分改正を表すす。数値ですこの3種類の買い物袋についてよく理解するためにはそれぞれの素材の製造方法や使用方法使用後の行方を見ていく必要がありますまずはポリ袋を見ていきましょう典型的な薄くてペラペラなポリ袋は高密度ポリエチレン樹脂通称 HDPE で作られています HDPE の製造には地中からの石油抽出と高温での処理が伴います 完成したポリマー樹脂は、酸化チタンやゴフンなどの他の原料と同様にポリ袋製造工場に輸送されます。工場では石炭を燃料とする機械を使って原料を溶解し、シート状に引き伸ばし、折り目をつけて袋状にします。ポリ袋が最終目的地に届く頃には、大気中に約1.6キログラムの CO2 が排出されます。これは1台の自動車を6キロメートル強走らせた際と同等の CO2 排出量です。 ところが他のの素材の場合、カーボンンフットトプリントがかなり増えます。紙は木材パルプから作られており生態系の一部を成す木を伐採する際にかかるカーボンコストも環状に入れると紙袋1枚につき約 5.5kg の CO2 の排出原因となります一方綿花の栽培には莫大な量のエネルギーと水を要します布バッグを1枚製造するのに約 272kg の CO2 が排出されます カーボンフットプリントの比較では、明白にポリ袋に軍配が上がります。けれども、環境への影響は買い物袋の使い方にも左右されます。買い物袋を再利用、またはリサイクルすれば、環境負荷を大幅に総裁できます。新規に製造する必要性が減るからです。総裁値を計算するには、買い物袋のカーボンフットプリントを再利用回数で割ります。例えば、普通の紙袋が3回再利用される場合、 この紙袋自体の環境への影響度は使い捨てのポリ袋より低くなります布バッグのカーボンフットプリントも131回再利用すれば同様に低くなります3つの選択肢の中で最も再利用度が高いのは耐久性の高い布バッグです紙袋は破れやすい性質上すぐ捨てられるのが常ですこの問題は HDPE 製ポリ袋も当てはまるのです。破れにくく作られた場合でさえ入手しやすさゆえに容易に使い捨てされます。研究によると約40%の HDPE 製ポリ袋は幸いなことにゴミ捨て目的で最低一度再利用されます。 袋のリサイクルもまたカーボンフットプリントを総裁しますが、総裁はどの材料にも可能なわけではありません。多くの国はポリ袋を効率よくリサイクルするインフラを持ちません。布バッグはポリ袋より分解と処理がかなり困難であろうものの、長期間にわたって使われるので、ゴミ処理場に送られる可能性が低いのです。買い物袋がリサイクルされない場合の環境への影響を表す数字がもう一つあります。成分改正です。 HDPE 製の袋は耐熱性と不要性があるので使用後もゴミのまま残りますプラスチックは完全に分解されることなく数世紀ににわたり生態系にり続けます一方布は大部分がものの数ヶ月で分解し紙袋は90日で完全に分解しますではどの紙袋を使ううべきでしょう実は最も環境に優しい袋はここでお話しした複数の素材の特徴を併せ持つ袋なのです布と同様 耐久性があり、再利用可能でプラスチック製です。プラスチックは布や紙よりカーボンフットプリントが低いのですこの丈夫な買い物袋はポリエステルやビニールなどのプラスチック素材でできており世界中で使われています何よりこのような買い物袋は一生長持ちする上地球にも食料品にも最良のオプションなのです私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが次のステップは何でしょうか ed.ted.com スラッシュアースクールにアクセスして従うべきロードマップや違いを生むために行える具体的な行動を確認してください。